こんにちは、青ピンです。今回はイベクエで追加された現状最高率の金策クエ一攫千金金獅子バトルの40秒台安定周回の装備紹介実践解説をしていきたいと思います。このクエストを数時間周回してみたのですが、この動画のやり方ではロード時間などを含めても2分ほどで回れ、1周あたりの平均は70万ゼニーちょいくらいなので1時間あたり30周で約2000万ほどは稼げると思います。5時間もすればカンスト。また今回のやり方は初心者でもやりやすいスキル立ち回りかつ早いタイムで周回できる方法を考えてみたので、ぜひ最後まで見てください。それでは装備紹介からしていきます。どうぞ。まず武器から紹介していきます。武器はボルマーンヘビー、強化パーツはパワーバレル、100流装飾品は駆者にしています。怪異錬成は攻撃で大丈夫です。防具は頭から混沌ゴア、克服駆者、ラスボス、混沌ゴア、ラスボスです。お守りは攻撃3、ツロニなどで大丈夫だと思います。怪異錬成についてはどこか1箇所で恐竜章1、それ以外はディスロスキルやスロットをつけると良いと思います。ここまで漏れなくてももちろん大丈夫です。続いてはスキル解説です。必須のスキルについては画面に出しておきますので、こちらは必ずつけるようにしましょう。さらに漏れる場合は必須スキルに加え電撃を3にしたり、さらに漏れそうなら弱属を盛るといいと思います。続いて関心率ですが、今回はラージャンで弱徳が頭にしか入らないので見切りを5採用しています。見切り 25%、 渾身 30%、 奮闘 10%、 恐竜章 20%、 魂竜の魂 15% で笛なしでも合計 100% が出る調整にしています。装備スキル解説は以上となります。続いて少し事前準備です。今回のイベクエはランダムのサブモンスターが出現するため、一人が睡眠弾を打つ必要があります。そのため睡眠薬と火力薬で入れ替え技が変わるので、それぞれ紹介します。まず睡眠薬です。こちらは入れ替え技3をクラウチングショット、入れ替え技5を滑走にしておきましょう。続いて火力です。こちらは入れ替え技5を円にしましょう。以上が入れ替え技になります。使い方は実践の方で解説します。続いてお供ですが、こちらは近接画力の駆者武器でいいと思います。団子に関しては無視で問題なく周回できますが、火力が不安なら食べてもいいと思います。事前準備は以上となります。それでは長くなりましたが実践に行ってみましょう。それではまず睡眠薬視点から解説していきます。始まったらまず鬼人の風神を使いながら崖り虫で真ん中に降ります。そして抜刀をしたらクラウチングショットで睡眠弾レベル2を2発撃つのですが、かなり弾がぶれるので大きく左に向かって撃ちます。だいたいモンスター1体分くらい左に撃つとうまく当たります。研究員のこんな感じです。やりやすくしたい方はブレ抑制を入れてもいいと思います。ちなみにランダムのサブモンスターはどれも睡眠弾レベル2を2発で睡眠を取ることができます。かなり止めてしまったので
もう一度見てみましょう。研究に必要なものは自分で狩猟して集め、上の投資に火がついた。研究員の意地を見せてやる。睡眠を取ったら合奏で火力に合流しながら貫通凍結弾を撃ちます。すると総流に入るので麻酔弾を2発入れ、あとは凍結弾を撃つだけです。捕獲することができました。そしたらキャンプへ飛び、アイテム補充をしておきましょう。立て直すとしますか。飛べなかった時のために戻り玉を持っておくのもありです。以上が睡眠薬支店となります。今回は40秒でした。続いて火力支店の解説です。火力の最初の人がしびれ罠を2つ置き、次の人がしびれ罠を3つ置くという流れになります。かけり虫でラージャンの前に移動し、ラージャンの正面から閃光玉を投げましょう。正面から投げないと向きが横を向いたりします。この時他の火力の誰かは円を張りましょう。閃光玉を投げたら少し離れたところにしびれ罠を置くことで、逆側にもう一つ連続でしびれ罠を置くことができます。その後は貫通凍結弾を打ち続けるだけです。二つ目のしびれ罠が終わるタイミングに合わせて、二人目の人はしびれ罠を三つまで置きましょう。早ければ1つ目、遅くても3つ目には終わります。それでも間に合わなそうなら後ろの方に落とし穴を置けば大丈夫です。また最初のしびれ罠1つで総流に入らなかった場合は、2人目の人は総流待機終わりに合わせて罠を置きに行くようにしましょう。駆け足になりましたが、実践での解説は以上となります。お疲れ様でした。巻き戻したりしてぜひ練習してみてください。どうでしたか。新たに追加された金作エベクエのラージャンですが、びっくりするほど報酬が美味しく、かつ簡単に高速で回しやすいので気軽に周回できて流行るんじゃないでしょうか。最近は怪異錬成や防具強化でめちゃくちゃお金がかかるので、このイベクエはありがたいですね。これからも何か情報動画や配信などもやっていくので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。